翔くんの魅惑の帽子裏事情。究極のアップルレザーの秘密に迫る。翔くんがしつくした靴の真相に驚きと感動が満載。こんにちは皆さん。前回はナンバー、アイグループの衣装を詳しく分析し、今回はなんと翔くんの個別分析にフォーカスしてみましょう。昨日のライブでも翔くんの活躍は素晴らしかったですね。デビューしてから半年以上も生放送がなかった彼にとっては、それは大きなストレスでした。 しかし、その緊張感を感じさせない彼のパフォーマンスに、ファンたちはうっとりしました。昨日のライブでは、紫輝くんが帽子をかぶっていたことに注目です。その帽子の動作やスタイリングがさらに彼の魅力を引き立てました。紫輝くんがかぶっていたのは、なんと、5950レザーアップルシカゴカブズコーパーストーンオリーブケイキーという帽子。 オリーブカーキ色で税込9900円というこの帽子は、まるで本革のような質感と滑らかな手触りが特徴のアップルレザーを使用しています。シルエットはニューエラを代表するスタイルで、フロントパネル内に独自のコアを作成することで形状を維持しています。サイズ調整も1センチメートル刻みで可能で、アジャスターがないため後頭部の形が綺麗に見えます。通常の帽子よりも生地が厚く、ユニセックスなデザインも魅力的です。 この帽子はただのファッションアイテム以上の意味を持っているようです。紫輝くんが選んだこの帽子には、個性や自己表現の意味が込められているかもしれません。ファッションは言葉以上に感情やスタイルを表現する手段であり、紫輝くんがこの帽子を選んだことで、ファンとのコミュニケーションが生まれたのかもしれません。そして、ライブでのエピソード。翔くんがジャンプする前に靴をなくしてしまった瞬間。 これは何かを見つけるという好奇心が芽生えた瞬間です。靴はなんと、ティンバーランド、ヘイテージ、6インチ、ウォータープルーフ、シューズ、メンズ、ウィート。価格は3万800、税込みに値下げされました。これらのブーツは、ティンバーランドのアイコンである6インチブーツで、1200D エココーデュラが使用されています。防水レザーとホワイトソールの組み合わせは、タフで軽量かつクリーンで、バランスの取れた印象を与え、 激しいアクティビティに最適です。翔くんの靴の選択もまた、彼の個性やアクティブな一面を反映しているようですね。登山やジャンプなどの激しいアクティビティに適しているだけでなく、価格の値下げもファンにとっては嬉しいニュースでしょう。さて、これらのファッションアイテムがもたらす独自のストーリーと、ライブでの翔くんの素晴らしいパフォーマンス。これらは単なる衣装や靴ではなく、 アーティストとしての翔くんの魅力や個性を引き立てる重要な要素と言えそうですね。皆さんも翔くんと同じように、日常の小さな瞬間にこそ個性を表現し、新たな冒険に挑戦してみてはいかがでしょうか紫輝くんのように、ファッションや行動に自分らしさを込めてみることで、新たな発見が待っているかもしれませんよ。